エンド・オブ・キングダムは2016年のアメリカ合衆国のアクション映画ババクナ・ジャフィ監督ジェラルド・バトラー主演制作2013年の映画エンド・オブ・ホワイトハウスの続編同時多発テロが発生したロンドンを舞台に放映中のアメリカ合衆国大統領を守るために奔走するシークレットサービスを描いているアメリカ合衆国は 世界各国でテロを先導している武器商人のアミール・バルカウィに対するドローン攻撃を行った。2年後、ベンジャミン・アッシャー大統領のシークレットサービスであるマイク・バニングは、つまり屋の出産を前に危険な今の仕事を辞めようと考えていた。その折、イギリス首相のジェームズ・ウィルソンが救世したとの一報がホワイトハウスに入る。大統領は、 他の主要国首脳も参列する葬儀に出席するためにアメリカ合衆国シークレットサービスの隊長マイク、バニング、シークレットサービス長官のリン・ジェイコブズと共にロンドンへ渡る。厳重な警戒態勢が敷かれているロンドンだったが、葬儀会場のセントポール大聖堂に向かっていたカナダ首相とその妻を乗せた車が突如爆発した。それと同時に他の首脳たちも 警官や救急隊、この衛兵に紛れていたバルカビの手下らによって一斉に攻撃を受ける。バニング、ジェイコブズや大統領も攻撃を受け、応戦しつつ、セントポール大聖堂から車で逃走する。追跡してくる敵と銃撃戦を繰り広げた末、大統領専用ヘリコプターに乗り込み、空港へと向かう。しかし、今度は、ロンドン上空にて、 ビルの屋上にいたテロリストから、スティンガーミサイルによる攻撃を受ける。マリーンワンは墜落し、ジェイコブズは致命傷を受けて死亡する。バニングと大統領は、追っ手の追跡を受けながら、ロンドン地下鉄チャリングクロス駅へと逃げ込む。テロリストの攻撃により、ロンドン中心部は停電となり、通信機能もダウンする。ホワイトハウスにバルカビからの脅迫メッセージが届く。また、 死亡した英国首相の検視の結果、体内から毒物が検出され、その死はロンドンに世界の指導者たちを集めるための罠であったことが判明する。バニングと大統領はミロクのエージェントであるジャクリーン・マーシャルの隠れ家に到着する。彼らは隠れ家に救出チームが向かっているというトランブル副大統領からのメッセージを受信する。セキュリティカメラが武装した人影を映した。 しかしバニングはある理由から彼らが救出チームではなくテロリストであることに気づく。ジャクリーンはテロリストに通じている内部協力者を突き止めるためにスコットランドヤードへ向かう。バニングと大統領は車に乗って米国大使館に向かうがテロリストが運転していたゴミ収集車に衝突され大統領はテロリストに拉致されてしまう。バニングは デルタホースと SAS 混成の救出チームに合流する。アミールの息子カムラン・バルカウィは大統領の処刑を全世界にネットで実況中継しようとしていた。その処刑の舞台となるビルをアメリカ政府が見つけ、バニングラ救出チームは突入を決行する。大攻防戦の末バニングは大統領を救出し、爆破寸前のビルから脱出に成功した。 ジャクリーンは監視カメラシステムを復活させ、ミゴ長官がバルカビィに協力していたことを突き止めて殺した。バニングが入手したバルカビィ側の衛星電話からアミールの正確な居所が判明し、トランブルは再度アミールにドローン攻撃を仕掛けて完全殲滅に成功した。2週間後、バニングは家に戻り妻と生まれたばかりの子供と過ごす。トランブルの演説がテレビに流れ、 バニングは書いていた辞表を消す。カッコ内は日本語吹き替え今作も、前作同様に大部分の爆破銃撃シーンが VFX 合成で作成された。今作ではヨーロッパを拠点とするワールドワイド FX、ベースブラック、ピアレスが VFX を担当している。撮影は前編レッドエピックドラゴンを使用した。ありがとうございます。